ですか。美しい山と川に抱かれた岐阜県は川辺町からやってきた洋菓子のような和菓子のような不思議で美味しい養老県のフルーツ大福だよ。いちごは程よく酸っぱくて甘いあんことの相性ぴったりな品種を毎日取り寄せてます。バナナは濃厚でもっちりいい香りの世界最高峰バナナスイーピオを使ってます。栗は美味しい甘露煮に手間暇かけて旨味をぎっしり凝縮しております。おっと、これで驚いちゃダメだよ。極めつけは自家製のあんこです。この道30年熟練の店主が毎日真心込めて炊き上げるほっくり優しい甘さは養老県だけの味ですよ。こだわり尽くした素材に相性抜群のホイップクリームを加えてふわふわのマシュマロみたいな生地にぎっしり詰め込んじゃいました。一口食べたら止まらない、二口食べたら違う美味しさ、ふわふわ魔法のお菓子フルーツ大福、食べなきゃ損だよ。はいはい、いらっしゃいませ。さすがお客さん、お目が高いですね。はい、フルーツ大福20個です。